私、浅野志郎の障害福祉を考えるの講義の3回目を始めたいと思います。今日は、私の講義の、ゲストは、今出てらっしゃる日浦美智榮さんがゲストです。それで、早速登場してもらいますけども、日浦さんが、まあ、1時間ちょっとお話になる、もうちょっとお話になるかもしれません。9時までですので、少し時間があればそこで、ちょっと皆様にもご意見とかご質問とかをお受けしたいと思います。ただ話の最中にどうしても言いたいという人がいたらですね、どうぞ勝手にそのミュートを外して出てきてもいいです。まあ一応ご自分はゲストでないってことを理解した上で常識的に登場してもらいたいんですけども、どうぞ飛び入り歓迎です。ただいま14人が参加してますが、これからぼちぼちとね、この素晴らしい講義に参加することと思います。本当は最初から聞いてていただくといいんですけども、はい、それでは日浦さん、日浦美智榮さん、はい、どうぞ早速始めてください。はい、日浦です。今日よろしくお願いいたします。この間浅野先生からどういう経過でこのソーシャルワークの方をやるようになったかをちょっと話せと言われたんで、ちょっとメモ書きしてきましたので読みます。まず広島出身です。広島女学院大学の英文科を卒業して、すぐ結婚しまして、そして東京の方に参りました。まあ、横浜にはもう20年近く住んでおりますけど、2人男の子が生まれまして、でいろいろ、まあ、子どものことを考えながら、子どもが6歳、小学校上がる頃でしたかね、やはり妻と母と、もう一つ自分自身のこう生きる柱みたいなのが欲しいなと。で栄光ではなかったんですね。そうしましたら友達がソーシャルワークという言葉をちょっと耳に入れてくれまして、でちょっと興味が湧いて、で33歳だったんですけども、日本社会事業学校の研究科を受験しまして、1年コースです。で中村雄一先生とか小松源介先生とかの講義を受けて、で、まあ、1年コースですから1年経って、さあどうしようかなと思ってた時に、横浜市で一般学級の中に、それまで訪問教育とか、まあ、就学免除願いをしてた人たちのためにということで、一般学校に訪問学級というのを作るということ で、そこにソーシャルワーカーを入れるという、これは本当に画期的なことだったと思うんですね、教育の中に。この辺で中村中学校の写真出しましょうか。中村小学校、はい、すいません。これが当時の中村小学校、この一角にプレハブを建てて、そこに、絨毯引いたり、それから一つの教室にやはり絨毯引いてという教室を作って、ここで大変珍しかったのがソーシャルワーカーを入れたってことで、なぜかというとこれを作って考えた先生が訪問教育をしてたんで、家族の存在というのをすごく強く考えて、ここの中に母親学級を作ると。でそこに週に1回お母さん方は参加してもらって、そしてここの学級は教師と親が車の両輪であるという理念で動くということだったんですね。そこにソーシャルワーカーを入れるということになって、そのお話を聞いてもう本当に初めてで、私自身は障害のある子どもたちに会ったこともなかったし、ましてやそのお子さんを持ったお母さん方っていうことは本当に知らない人たちだったんで、どうなることかと思ったんですけども、なんか惹かれたんですね、やってみたいということで。ですと、で今のこの学校ですね、ここに就職しました。週3日か4日の勤務で、私の席は教育委員会に所属して、そこから出向という形でここに着きました。はい、
そこから始まったんですね。34歳初めて社会に出ました。すいません、今日訪問兵のお友達にちょっと来ていただいてスライドをしていただいてます。一般学校ですから中村小学校という、これ入学式ですね。こんな椅子に座ってたんですね、みんな。はい、このひろみさんという人にここで初めて出会って、ずっと今日まで一度も離れないで過ごしてきて、彼女がどういうふうにな今50歳を超えた素敵な女性になってるかっていう写真が最後に出てきます。はい、これだから、はい、はい、はい、これみんな入った時の写真ですね。皆さんの方から見て左から3番目ですかね。ちっちゃい人がいるでしょ、ちっちゃい可愛い女の子が。左から2番目ですよ。3番目2番目、左から2番目でしょ、ね、3番目で、ね、最高列のあ、それは私、違う違う、ああみんなちっちゃい、ちっちゃい、あ、前の方ね、一番前の子供たちね。そう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 、子供たち、可愛いでしょ、ちっちゃいね、1年生です。それで入ってきた時ね、哺乳瓶持って入学してきたんですよ。それで先生が、いやーもう哺乳瓶やめよう、1年生なんだからって言ったら、じゃあすいません、学校の方やめます、哺乳瓶のけたらこの子死んじゃいますって、そう言って、今度私たちの方がおーってびっくりした、悦子さんと言います。もう彼女ともずっと一緒に歩きました。お母さん方ですね、後ろ。それで私は後ろから2番目にいます。はい、左から2番目ね、最高齢、はい、はい、で、これはよく根岸の森林公園に出かけたんですね。その時の写真です。お母さんたちもまだ30代、元気なお母さんたちです。はい、これは学芸会じゃないですよね、学校のそういうなんか会がある、学習発表会みたいですね、今ので。みんなちゃんと小学校、そしたら小学校の先生が、なんだか子どもたちが一番よく見たのは訪問学級のみんなのこう手を借りながらやった演奏だよって言ってくださって嬉しかったですね。はい、どうぞ。で、これは運動会、校長先生、中村小学校の校長先生がこう押してくださってますけど、今もずっと訪問学級は中村特別支援学校という名前になって、やはりこの中村小学校の横に立ってます。一緒です。今でもずっとみんな一緒にこういう行事はやるんですけどね、下町なんですね、南区って言って、本当に下町なんですけども、こう走って着いたらエプロンかけたおばさんが来て、あ、よくやったね、よくやったねって言ってくれたの、本当嬉しかったのを思い出します。はい、どうぞ。で、これが母親学級、一部屋作っていただいて、ちゃんとキッチンがあるんですね。で、ここで、でもお母さんたちはバラバラでしたから、出会ったことがない人たちがほとんどだったんですね。ここで初めて皆さん出会って、最初の頃は本当にみんな言葉が少なくてでしたけど、こんな和やかな雰囲気になるのには随分かかりましたけど、夏休み明けでしたね、最初の。皆さん、ちょっと話の途中で、はい、多分聞いてる方、訪問学級ってのは分からないと思います。あ、訪問学級ね。訪問をしてた人たちに学校にいらっしゃいって言って学級を作って、そういう人たちに声をかけたんで、そのままなぜだか訪問学級って言ってたんです。あ、だから最初訪問学級だった人が学校にみんな来たんですね、うん、そう、訪問に行ってた人たちね。あ、それまでは先生が家に行って訪問学習してた人たちに学校いらっしゃいっていうことで学校の門を開いたっていうことです。それでそのまま。あれですもんね。その重い障害の人はちょっと学校に来れないだろうということで、はい、そうです。先生の方がお宅に行って、そうです。自宅に行って、そこでその1対1の教育をすると。そうです、そうです。だから毎日じゃないっていうか、毎日じゃないんですよね。ないです。で、この学級も週に、ま、毎日っていうんじゃなくて3日とかそんな形でしたし、うん、市内のバラバラいろんなところから見えたんで、おんぶして電車に乗ってきた来る人とか、バギーっていうんですかね、当時の車椅子の違った赤ちゃんが乗るようなそういうので30分ぐらい歩いて連れてくるとか、そんな登校風景だったんですね。で、最初の夏休みが終わって、一人のお母さんがね、
夏休みが長かったって。それで2日間なんか寝なかったんだそうです、お嬢さんが。でも本当にお水飲ましても何やっても寝なくてくたびれて、でお父さんも自分も会社があるよってこう雰囲気が出てくるし、もうたまらなくなって、その子を連れて車でです、運転して、で横浜市内走り回って、気がついたら海のところにいたと。このままアクセル踏んだら楽になるなって思った。でもその時浮かんだのが、みんなの顔なんだよってそのお母さんが言ったんですね。みんなちょっとシーンとなりました。そしたら一人のお母さんがポツンとね、海はやめなさい、あれは水ぶくれになるって言ったんですね。そしたら、じゃあ合戦は爆発する、線路はあれは汚いって、いくつ出たでしょうか、そういう死に方が出たんですね。私はもう本当に何にも言えなくて黙ってました。でまた死因となりました。そしたら一人のお母さんが、いい死に方はないじゃんって、生きようよみんなって言ったんですね。それが私の一つのまた根っこになりました。この子がいたからこれだけの人生しか送れなかったではなくて、この子がいたからこれだけの人生が送れた、みんなでそんな人生を歩こう、これが訪問学級母親グループの一つの根っこになったと思います。いい言葉ですねこれね。はい、そう思ったんです、うん、今みんなはね、今もう50通り過ぎてますから、お母さんたちは60、70になってます。80のお母さんもいます。はい、どうぞ。で卒業がありました。これ卒業式ですね、みんな一緒です。はい、どうぞ。さっきの私が最初に写したひろみさんですね、それが今卒業証書をもらってるところです。はい、でですね、その後なんですよ。この後何もない、卒業したらじゃあどうしよう。でその時に横浜市に地域作業所運営要項、建設要項っていうのが出たんですね。そうだ、地域作業所っていうのを作ろうよっていうことで、本当にお母さんたち一生懸命手芸の品を作って売ったり、もう本当バザーをしてみたり、いろんなことでお金集めをやりました。その一つです。これ露店商人の人が僕の手伝いをしたら1日ニットあげるよって言うんで、こうやってその露店商人の人のお手伝いをして、そうですね、2000万ぐらい貯めたんじゃないかと思います。すごかったです。そして、はい、すいません、最初にの卒業生が行ったのが訪問の家という、これこうプレハブの建物なんですけどね、ここに最初の卒業生が来ました。いや土地探しの話をするとすごい時間かかるので大変でしたけど、とにかく見つけました。はい、でそこでさっきの訪問の家っていうのは4年間やって、そしたら次のまた卒業生が何人か出たんですね。でもうそのもう一つ作るっていう力はなくって、これは場所はいいところなんですよ。なんだっけ、桜木町じゃない。なんかとても元町に近いところなんですね。に小さな家を一軒借りまして、そこに2度目の卒業生が行きました。で狭い汚い古いの三拍子揃ったって言ったね、はい。そうです。中身はちょっと映ります。はい、こんなです。どうしようもないです。6畳と6畳と4畳は、ひろみさんがいます。はい、こちらにいます。でもとにかくどうしようもないんで、街を歩くとか、はい、公園に出て、ね、ここからなんですね。はい、戻してください。ごめん。こういう毎日を送ってるうちに、だん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 、これは絶対おかしい。だって、学校教育っていうのは、何のためにやったんだって。これからみんなは青春が来るんですね。それなのにこんな形で毎日を過ごす、どうしても納得いかなくって、それでこっから横浜市に日産をしたんです。もう部長が私の顔を見ると新聞で顔隠してましたけども、おはようございますと言って、で学校教育っていうのは、じゃあどうして学校教育を受けたんですか、誰だっていつかは一人で生きていく、その生きていく力をつけるのが学校教育じゃないんですか、みんな、ひろみさんも
誰からもご飯食べれなかったんですね、この方は。一番今端っこにいますけど。でも、ご飯が食べれるようになったんです。他の人からでも。生きる力をつけたんです。そうやって一人一人がコミュニケーションの力、笑顔が出る。そうやって一人で生きる力をつけたのに、その先がない。それが教育なんですかって。その次は福祉じゃないですかって。本当に何回言ったか分かんないですね。そしたら、部長があるとき、分かったって。あんたの言うのもまあ一理ある。機材局と掛け合うということで、横浜市が土地を提供するというところまで動いたんですね。はい、ところが、これ、施設としての、例えば重症心身障害者の通所施設なんてないですよね。ただ、あの頃はまだ精神薄弱っていう言葉を使ってましたね。それの通所施設はあるんです。だけど、それがない。それで、精神薄弱者通所更生施設で県に挙げてもらって、から県から厚生省に認可の願いを出した。あれはとっても私、不思議だと思うんですけど、よく県がそっちへ厚生省に挙げてくれたなって思うんですね。あそこでストップかけられるかと思ってたら。そうしましたら、なんと私、3年前にその時の担当だった人に出会ったんです。いつ？最近？そうなんです。幅さんとおっしゃるんですけどね。うん、ってびっくりして、社会福祉協議会に訪ねてきてくださって。ああ、そうですね。社会福祉協議会会長やってたからね。はい。やってんのか、今でも。はい。で、それがちょっと新聞出てたんで、それ見て、見えて、それで、私が、よく上に上げてくださいましたねって言ったら、その方がニヤって笑って、僕もあの時代、暴れん坊だったんだよっておっしゃったんですね。私は本当にね、こう人のつながりっていうのはすごいなと思います。ということで、ここに土地は横浜市が提供してくれました。保育園です。で、手前が中学校です。で、向こうにテニスコートが見えます。そのこっちが小学校というロケーションで、新興住宅地です。はい、ところが、こういう形になりました。これは朝日新聞です。障害者施設はなじまない。連合自治会長さんの名前で、文化施設ならいざ知らず、障害者施設はこの土地に似合わない。本当に見に行ったとき、富士山が見事に出てたんですね。すごい土地だなと思いました。まあ、ちらっとすんなりはいかないんだろうなという覚悟はできてたんですけど、はい。で、これは体育館、中学校の体育館で地元説明会というのがありまして、これは私が喋ってるところですね。前に自治会の役員の方が来て、それからどのぐらいいらしたでしょうか。ざーっと体育館がいっぱいになるぐらい集まりました。障害者施設を反対するわけじゃない。だけどここじゃなくてもいいでしょう。ほとんどの皆さんがそういうことだったんですね。どのお話もそういう形になりました。で、最後、もう本当に1時間以上経った後でした。日浦さんに質問しますという、名指しの質問が出たんですね。とてもドキドキしました。ただ一人の若い女の人でした。一番後ろから、施設ができたら散歩に出ますか出ませんかっていう質問だったんです。どっちを言った方がいいんだろうって、一瞬本当に迷っ、こう、頭の中がカタカタっと言ったような気がするんですけど、出たいと思います。で申し上げました。そしたらその人がすごく大きな声でね、どんどん出てきてください、そしてお友達になりましょうっておっしゃったんですよ。あ、この雰囲気の中でこんな人がここにいらっしゃる、みんなをここに連れてきたいってその時思いました。今でもそんなことを地域で話すると、あの時天使だったんだなあの人は、なんて言われますけど、本当に天使がいてくれたのかなって、そんな気がします。はい。で、これが訪問の家、社会福祉法人訪問の家、訪問学級から訪問の家とつけました。そして2つ目の作業所で、友という字を使ったんですけども、はい、どうぞ。社会福祉法人訪問の家、友しか書いてません。なんとか施設っていうのは書きませんでした。友ってどんなところって言ったら、あそこに行くとみんないい時間が持てるよ、そんなところになったらいいなと思ったんで、ともしかつけていません。はい。
これが友のホールです。浅野さんは見覚えありますよね。はい、はいはい、ね、これ朝の会ですよ。そうです、ね、はい、朝の朝礼っていうか朝の集会ですよ。そう、うん、ここでみんなあのグループで4つに分かれてましたから、一通りみんなで連絡を言った後は音楽かけてあの踊るんですねあの本当にあの賑やかでしたけども、そこにある日、まだ本当に始まってすぐでしたね、厚生省から障害福祉課長でしたっけ、浅野志郎さんがいらっしゃるという連絡が入りました。飛び上がりましたね。なんて言われるんだろうって本当にドキドキしました。で、浅野さんももう一人いらっしゃいましたね。お二人で見えたように記憶、うちの職員 ね、 ね、うん、うちの職員 ね、 ね、いや、その職員が課長、今度横浜にとんでもない施設ができてね、重症心身障害の人が毎日通ってくる施設の、そうです、施設だができたです。毎日通ってこれるような人は重症心身障害者って言わないですよね、変ですよねって言ったその職員です。あ、そうですか、うん、だからお前に一緒に来いっつってそして横浜市はのやっぱり民生局の担当の人がやっぱりびっくりして見えたんですね。それで入ってらっしゃる、岸本さん、課長が行くって言うんでね。そう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 、浅野課長が乗り込んできたと。そうそう、で今度こっちの係長が来た、文句言いに行くんじゃないかと。そう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 、それで部屋で4人でお会いしたんですけども、実は横浜市はって横浜市の説明をしようとすると、浅野さんが、いや、今日は僕は横浜市のことを聞きに来たんじゃない、ここの友を見に来たんだって言われて、もう矢継ぎ早の質問だったんで、いや、怖かったです本当に。そして頭のいい人だなって本当に思いました。私が答えをちょっと違う答えを言うんでしょうね、そしたらもう次の質問に行っちゃうっていう、そんな感じの浅野さんでした。で、一通り終わってこの施設を見せてほしいって、こうやってやっぱり輪になってました。そこをずっと浅野さんは回られたんですね、後ろからこうずっと一巡なさって、そして玄関に出て靴を履かれて、さあ何を言われるかって、あんなに緊張したことはなかったんですけども、そしたら靴を履いて私の方を見て、いるな、この実践はいる、それだけ言ってさっさとお帰りになったんですね。本当にこれはすごく大きな出会いだったと思います。はいはい、どんどん出てきてください。どんどん出ていきました。あれ、これスーパーマーケットですね。大きな園庭がないんで、もう地域の公園には出ていきました。はい、はい、どこへでもとにかく出かけましたね。はい、はい、で、これは地域の運動会なんですけどね、地域の、私はもう一つの柱のことをまたゆっくりお話ししたいんですけど、この反対があったということで、逆に地域の PTA の方たちが応援しようっていうのグループを作ってくださったんですね。最初、友の会というグループを作ってくださったんですけども、なんか友の会っていうのだと、そこに入らないとなんかお手伝いできないっていうことになっちゃいけないっていうんで、若草の会という名前になって、この力がものすごく大きかったんですけど、その地域の方たちの、その方たちのお話だったと思うんですけど、この運動会に出てこないって言われて、もうすぐ出ていきました。もうお母さんたちはハラハラしてたんでしょうけども、職員はもう大張り切りで、はい、もうこれはずっと今も続いてます。これ、あれでしょ？すぐ近くの、桂台小学校。ではないですね、下の学校だと思います。近くの学校ではないですけども、高井区の中の大きな学校の中学校の校庭ですね、これ、はい、これはもう最近です。去年のですね、こうやって訪問の家っていうのはもう一町内会みたいに出て、綱引きも全部やります。はい、で、これはお祭りがあるんですね、地域の。でもここにもみんなで出て行って、そして参加しました。お祭りは大好きです。それでお母さんたちはここでお店を出します。すごいです。お母さんたちが作るかき氷とか焼きそばとか列ができるんですね。
賑やかです。で、また後でちょっと出ますけども、中学校との交流とか小学校との交流もあるんで、ここでお祭りの時には里帰りをなさるんですね、若い人たちが。そうするとみんな声をかけて、元気だったかって言ってくれるんですね。はい、このお祭りも賑やかです。はい、でこれはお祭りの時のおみこしなんですけど、この横に寝てるたけしさんっていうんですけどね、お祭り大好きで、毎年行ってたんですけども、だんだん状態が厳しくなって、もう体を起こせなくなって、で、ああ、今年お祭りに行けないねって言ってたら、職員がおみこしのおじさんたちに声かけたら、じゃあ僕らがこっちに来てあげるって言ってくださって、それで前でわっしょいわっしょいってやってくれたんですね。お母さんも一緒にわっしょいわっしょいってその輪の中に入りましたけども、もう彼は亡くなりましたけども、本当に最後にいい思い出ができました。以来、友をでおみこしをわっしょいやって、公園に行くというのがルートになって、ずっと毎年、このおみこしは友の前でいっぺんやって公園の方に行きます。はい、こうやって。そうするとみんなが出て、本当にお祭りの公園に行きにくい人たちも、ここでお祭りの気分を味わいます。でこれは小学校なんですけどね、前に小学校がありまして、2年目からの七夕祭りということで、みんなに来てくださいって学校側から言われて、参加することになったんですね。で、2年目、3年目だったと思います。これ参加するときに、一人こう寝たっきりなんですけども、声が出る。あーって声が出る高則さんっていう人がいて、ものすごくいろんなことをやりたくってしょうがないんですね。なんか言うとガッと力が入る、軽直型っていうんですかね、脳性麻痺なんですけども、もう目がキラキラしてるんですね。それで私が、そうだ、いつもは私が皆さんありがとうございます、今日もお邪魔しますとかいろいろ挨拶するんですけど、高則さんに挨拶してもらおうと思って彼に言ったんですね。そしたら、おーってすっごい力を込めて、やりたいって感じで、おーって声を出すんで、喋れないんです、声は出るんです。それで、はい、すいません、はい、この高則さんです、はい、これはちょっとちっちゃい時の写真ですけど、はい、で、彼はこういうストレッチャーみたいなのに乗って、職員と一緒にあーあーあーって声を出して挨拶しました。それを職員と前の日に、内容は2人で話してたんですけども、皆さんこんにちはって言って、そしていつも毎年こうやってみんなを呼んでくださってありがとうございますっていうような、ただ一生懸命おーって声を出したんですね。次の日でした。学校の女の先生から私宛ての手紙が来ました。で、そこに、私は間違ってました。なんか小学校のみんなが皆さんに、友の皆さんに何かをやってあげる、そんな気持ちでこの会をやってる、なんかどうもすっきりしない気持ちでいたんだけど、昨日高則さんが一生懸命あーって声を出して挨拶をしてくださった。それを全校生徒がじっと聞いてました。やってもらってるのは私たちだったんですね。それからです、これから子供たちいっぱい遊びに行かせます、友のお兄さんお姉さんって書いてあったんですね。よろしくお願いしますって書いてありました。それからこんにちは遊びに来たよって小学生たちがいっぱいやってくるようになりました。はい、はい、どうぞ。で今は学校の先生ともプログラムを決めてて、一緒に演劇をやったこともありますし、いろんなこと、これはどのクラスだか分かんないんですけど、来てでこういう交流をやるんですね。はい、でこれは前が中学校なんですね。で小学校からその中学校にすぐ動くんですけども、これは吹奏楽のみんななんですけども、この吹奏楽のみんなが最後の演奏は友でやるっていうことで、卒業最後の演奏会を友でやってくれてる時の写真です。これが出る、はい、でもう一つあったと思うけど、前
みんなの体調ということも考えて、だんだんやはりいろんなトラブルも出てきます。それでも、解消してほとんど4、5年してでしたね。地域交流室っていうのを施設の中に作って、ボランティアさんたちがそこに来てくださって、お母さんたちといろんな活動を始めてたんですけども、その一部屋を診療所にいたしました。ちょっとお金はかかったんですけども、そこを診療所にして、そして東京女子医大からに勤めてらした先生が、もう本当に3年ぐらいかかったかな、診療所長やってって言って、くどいてで時々来てくださって、で男の先生は前の県立子ども医療センターのセンター長をやってらしたんだけど、その後手伝うよって来てくださって、で前にいる女性は私の高校時代の友達です、広島の。それから千葉医大に行って皮膚科の先生になってたんですけども、千葉から時々自動車で来てくれて、そんな、それから看護婦さんたちですね、3人看護師、まだ上の2人は今でもずっと看護師をやってくれてます。この診療所があるっていうのはレントゲンもありますし、本当に友にとって大きな財産です。もう一つ、私は歯が痛いっていうのをね、早く見つけてあげたかったんですね。気がついたらほっぺたが腫れてたとか、なんで寝ないんだろうって言ってたら歯だったっていう、そういうことがちょっとあったこともあるんで、絶対歯だけはきちっと見てあげたいと思って、解消もう作った時から一部屋にコンプレッサーを埋めてて、歯科診療台をどっかにないですかって言ったら、子ども医療センターの先生が1台くださって、でずっと神奈川歯科大障害者歯科の先生が関わってくださって、歯科衛生士さんを入れてくださって、で私たちも歯科衛生士さんをそのうちに雇用してということで、今診療所の横の一部屋で歯科衛生士さんがずっと歯のチェックをしてくれています。はい、あ、これですね。はい、こうやって歯のチェックは丁寧にやっています。でここも訪問学級の理念と一緒で、職員と家族は車の両輪、それでいつもお母さんたちと職員というのがいつもいろんな時間を共有するという、これは地域の中の芝桜がきれいに咲いてるっていう、お母さんも一緒にわーっと見に行った時です。でここからグループ訪問、そろそろみんな親の人たちも厳しくなったの、本人たちがやはり家族を離れて生きるという、そういうことに向かっていこうということで、地域に家をたくさん、まあ今は栄区だけで8つあるんですかね。はい、で法人全体では13あると思います。でここに載ってるたけしさんっていうんですけども、実は私1年生の時に彼が入ってきた時に、はい、いらっしゃいってちっちゃい坊やだったんですが、パッと抱いたら首が触ってなかったんですね。その首がぐらっとして、私慌てて彼の首をこの頭のところ、ここの私の首のところにつけてこう抱いたっていう記憶があるんですけど、その彼が今一人で生活をしています。その当時私、彼がこんな大人になる、こんな青年になるって思ってもいなかったですね。可能性っていうのを思います。この人にとってこれは無理だとかダメだとか絶対に決めちゃいけない。彼は船木和夫さんの大ファンで、靴が大嫌いなんですけど、その船木和夫さん のリサイタルに行くときにはちゃんと革靴を履いて清掃していくという、その彼から可能性ということを教えてもらいました。はい、はい、これ、まあ、訪問の家の事業があって今はこれだけ広がったという、高齢の方 の皆さんのデイケアもやっています。はい、どうぞ。これグループホームの写真ですね。はい、はい、これはまあ、いつののか分かりませんけども、毎年行うフェスタです。バザーですよね、最初はね。いろんなものを集めたり買ったり、作ったりしながら地域の人に呼びかけてやったんですけども、最初はもう本当に資金が欲しかったの
ので、お母さんたちが本当によく頑張ってくれたのと、それにプラス地域のお母さんたち、中学校、小学校の PTA の方たち、そういう方たちが本当にたくさん手伝ってくださって、今でも若草の会って言ってた会は、みんな年を取ったからっていうんで、WOG 会、若草オールドガールズになりまして、WOG 会と名前を借りて、今でも一緒にのフェスタは手伝ってくださっております。はい。でこれは会場をしてもらいながら、音楽大好きグループがいつも演奏をする時の風景です。皆さんが楽しそうに聴いてくださいます。はい、どうぞ。そうですね、こうやって輪になってみんな聴いてくださいます。はい、どうぞ。で、これは残念ながら来年からなくなるんじゃないかと思うんですけども、ふれあい運動会といって栄区では、障害の人たちの運動会、それの会場はすべて栄区にある3つ、4つあるんですかね、中学校の子どもたちが、中学生たちが会場に当たるという運動会を20年続けました。はい。はい。みんなこれ中学生が会場します。それで本当に早くから、小学校、中学校で、さっき言ったうちの前の中学校の卒業生で一番多い時は6人ホームネイの職員になってたっていう、今でもこの卒業生が職員でになって何人かいます。はい。で、これは音楽大好きグループがうちの大きな劇場っていうんですかね、あるんですけど、栄区にはそこで披露しているところなんですが、一番前に頭がダーッと並んでるのはあれお母さん方です。もう必死で手を叩いてました。私は後ろでただただ涙がボロボロ出てました。はい。で、これはパレードなんですね。栄区がこうパレードをやるっていうところで、ぜひ訪問年のみんなも出たいっていうことを申請したら出よう、出ていいよって言われて、はい、踊りのグループとかいろんなグループが出るんですけど、はい、はい、うちのグループもこうやって出ました。後ろの皆さん見てくださったら、みんな手を叩いて本当に優しく見てくださっています。はい。で、これは区民祭りです。はい、音楽のグループがこの区民祭りは毎年演奏をしに出かけます。はい、こうやって。で、これはファンケルという会社があるんですけど、化粧品サプリメントですね。そこの池森会長も会長にされましたけども、本当に初期の頃に経済界の人たち何人かで訪れてくださったことがあるんですね。その時に池森会長もその時は社長だったんですけども、一緒にうちの中をぐるっと回ってくださって、そして僕に何かできることはないかなっていうことをおっしゃって、そして本当にいろんな形で支援してくださったんですけど、そういう中から特例子会社を作られて、今もう20年になるんでしょうか、大変な数の社員がここで働いております。もっと作りたいって言ってくださってます。そして、その自分がそういう気持ちになったのは友のみんなと出会ったからだよって言って、毎年クリスマス会で社員の皆さんのがもてなしてくださって、全員は行きませんけども、みんなが毎年変わりますけども、こうやって呼ばれてクリスマス会に参ります。はい、これは社員の人が会場をするという形で、どうぞ。はい、これ男の社員の人ですけど、会長して、で、本当にいいお付き合いをさせていただいております。で、昔はこんな状態で丸くなってました。はい、今はストレッチャーとか、もうこういうみんながちゃんと座るというのが難しくなって、もう一枚だんだんもうこんな形になってきましたけども、朝の会は相変わらず賑やかにやっています。で、歩けて、もう一つは元気なグループが一つ友から友第二っていうのを作りまして、そっちに行ってるんです。そこ近くにあるんですけど、そこのみんなはゴミとかそういうものをこう寛解集やったりっていう活動をするんですけど、地域の人がどうせ
歩くんだったら防犯の手伝いもしてよって言って、最近は防犯のなんかベルトを腕の方につけたりして歩いてます。はい、山形の山形県のどこだっけな、どっかの市と親交があるんですね、堺区は。そしたらそこから来た山形の人たちが、こんなに高齢の人と障害の人が町の中にいるところってあんまり知らないなっておっしゃったということで、堺区は横浜市で高齢者率は一番高いんです。だけど介護認定を受けてる人が一番少ない。お年寄りがすごく元気な町なんですね。12万ちょっとかけますけども。そして障害の人たちももう本当にいろんなところに出かけての挨拶をしてます。はい、はい、これはさっきあーって声を出した高則さんと、それからひろみさんですね、最初に私が紹介した20歳の成人の時のお祝いの、どんなに綺麗な着物を着せてももったいなくないってお母さんが、高則さんの着物は大奮発をしてます。ひろみさんもおしゃれです。はい、これ始めた時に、はい、お母さんも、はい、それからヒーラさんも成人式ができるなんて思ってなかったでしょ。はい、いや成人式、そうですね、思ってなかったっていうよりはなんか遠かったですね、本当に。でもみんな本当に見事に軽く飛んじゃいました、成人式は。もう今50とか。今や2回目の成人式を超えて、ね、はい、はい、そうです。いや、当時はやっぱり夢っていうか、もうこういう子は早く自分が成人式まで行けないっていう思いが随分ありましたもんね。はい、お医者さんに言われてたみたいです。私家庭訪問したらね、お布団の中に寝て出したんですよ、一人男の子だったんですけど、それで私がお病気ですかって言ったら、いえいえ、お医者さんが大事にしなさいって言われたからって言って、お布団の中にこうずっと寝てるとかね、まだ本当にお母さんたち自身もこわごわだったと思いますね。それが本当に今言ったように、この子がここまで生きたってどれほど祝っても祝いきれないって、このお二人のお母さんがおっしゃいました。はい、でひろみさんがだんだん変わっていきます。はい、笑顔が出てきました。これもう30近くなってる時かな。はい、もうでもやはり医療的な問題は出てきます。チューブ栄養になりました。でもこれはディズニーランドに行ってますね。これはもう全く姉子の顔になっております。はい、この写真大好きなんですね、私。この後彼女は気管切開になり、今本当に医療的な問題が大きくなってるんですけども、やっぱり生きててくれ生きててくれと願う人がいる、それに応えていくんですね。はい、で今彼女は医療的な問題が3つも増えてきましたので、もう何年前になりますかね、もう一つ入信施設を作ったんですけども、横浜市が、これ3つ目です。でこれは作った時は私が作るまでは私ここの法人の理事長をやっておりましたので、入所施設でも日中活動をもういっぱい入れようという、また全然違う考え方で作った入所施設にひろみさんは今行っています。はい、はい、いいですよ。これがでこんなホールがあって、はい、でこんなとても明るいいい施設になってます。はい、はい、ひろみさんも馴染んでいい顔で、お父さんとお母さん一人っ子ですのでね、もう毎日のように顔を見に行ってます。ところが去年もうお母さんがくも膜下出血で倒れて、そしてもう厳しいって言われてたんですけども、リハビリで頑張って半年病院で治療してもらって、これ退院してすぐ娘に会いに来てるところです。私たちはひろみさんが忘れてないかなって本当にそう思って、全然お母さんも雰囲気違ってましたし、
ところがお母さんの顔を見た途端にニコッと笑ったんですね。こっちに看護師さんと私とかこっちにいるんですけど、みんな泣きました。いや本当にいいご対面で、今お母さんは日中は高齢者の通所デイケアに行っておりますけども、その他の時で時間があるとお父さんとお母さんが毎日その度にひろみさんに会いに行っています。今ひろみさんは元気です。はい、次ゆうこさんのお話をしたいと思います。ゆうこさんはお花が大好きっていうか、綺麗なものが大好きっていうんでしょうかね。本当にこんな明るいゆうこさんです。これはボランティアさんがお花をくださってるんで笑ってるんですけどね。中学生がですね、ある時男の子1人、女の子2人、3人なんだか入ってきて、どっか手伝うとこないって言われたんですね。でもまあそういう時はどこかの4つある部屋のどこかに案内するんですけど、まあ、女の子たちは本当に普通の中学生って、で男の子が襟のところをこうちょっとボタンを1つ外してネックレスしてたような気がする、こう茶髪でね、それがこうハスに構えて、僕はどこに入るんだよってこういう感じなんですね。で私がああって思いながら、じゃあここへどうぞってゆうこさんの部屋に案内しました。そうしましたらね、帰りに私のところに来て、その男の子がですね、人間はね形じゃないんだよ、中身を見なきゃいけないんだよって私に言ったんですね。私思わずすいませんでしたって言ったんですけど、本当に茶髪で本当になんかちょっと不良っぽい子だったって、ついつい言っちゃったんですね。そう言ってごめんなさいって言っちゃったんですけども、それから彼は本当に共に通い始めました。ゆうこさんのグループです。はい、どうぞ。これは卒業式、彼はゆうこさんが入った途端にニコッと笑ったらしいんですね。てっぺいくんと言います。てっぺいくんの顔を見て、その笑顔だったと思います。でこれは卒業式にてっぺいくんに内緒でゆうこさんが来たんですね。そしたらゆうこさんが来てるというのを見つけて、こうやって泣いてるんですね。てっぺいが泣いたの初めて見たって友達が言ってましたけど、はい。それから高校生になっても、ゆうこさんのところに休み、土曜日になるとやってくるという。そんな仲良しになりました。そしていろんな話をしてましたね。試験をうまくいかなかったとか、まあ、いろんな話をゆうこさんにしてましたけど、自分はいつかはバイク屋さんになりたいんだっていうのを語ってました。はい、で、彼が最初に買った真っ赤なバイク。これを一番にゆうこさん乗せるんだってきたんですけど、何しろゆうこさんはまっすぐな人なんですね。その座るっていうのはものすごく難しい、硬い体になってる。もう職員2人で一生懸命乗せて、ね、彼は満足そうに喜んでますけど、でもその後このバイク見たことがないんですね。みんながやっちゃったんだろうね、どっかにガチャンとやったんじゃないかなんて笑ってましたけど、でも彼はそういう夢、それで一番にゆうこさんって持ってきてくれました。これは2人で六本木の方にデートに出かけて行ってるんですけども、もちろん看護師さんがついて行ってます。はい、はい、ゆうこさんも会員とチューブと、それから栄養のチューブと2つつくようになって、だん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 体が硬くなってきてます。これはお誕生日の時にてっぺいくんがお花を持ってやってきてくれたんですね。はい、はい、でこれゆうこさんの笑顔ですけどもね、本当に鼻のところがこんな感じなんですけども、相変わらずこんな素敵な笑顔をしてくれます。はい、どうぞ。はい、職員がこれを作りました。ゆうこ職業笑顔所属とも第一って書いてありますけど、の辻井さんですよね、浅野さん、辻哲夫ね、厚生労働省事務次官、そうです、
はい、あの職員何人か連れて、うん、見えたんですね、ここに来た時に。そして帰られる時に私に、優子さんの笑顔、優子さんはあの笑顔で見事に自立してますねって言ってくださって、私笑顔の自立っていう文章を書いたことがあります。で、7、8年前ですか、辻さんにお会いするチャンスがあったんですけど、その時に私の顔を見て、まだ持ってるよって言って、名刺入れ胸のポケットから出して、有効職業笑顔の名刺、もう少しこれ格好がいいんですけどね、それを見せてくださいました。すごく嬉しかったです。はい、で、有効さん、だんだんやっぱりご家族でのケアっていうのが難しくなって、私はここの理事長をしているときに、入所施設、横浜療育園といいます。横浜にあるんです。一番最初にできた重心施設です。そこに入所いたしました。はい、このどっかにいますね。もうお母さんももう年を取られているんですけども、もう末っ子だもんですから、はい、どうぞ。でも本当に一生懸命お母さん通ってらして、で、優子さんはもう、ずいぶんいろんな意味で医療的な問題が出てきてるんですけども、本当にストレッチャーのような車椅子に乗せて、それで外には出れないんですけど、お母さんはいつもこの中を散歩なさって、理事長室、私がいましたところにいつも寄られるんですね。そしてそこでお母さんと私が話をしてるのを、優子さんはニコ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 笑いながら聞いててくれるという、そんな毎日がこう続いたんですけども、12月でしたね、お母さんが風邪をひかれたっていうのを聞いて、大丈夫かなと思ってましたら、肺炎になってお母さんが亡くなりました。そうしましたら、優子さんのいい笑顔がピタッと止まっちゃったんですね。いつもお母さんと私の部屋のとこに来ると一緒にニコニコ笑って、お母さんと私の話を聞いてた優子さんだったんで、私は自信があったんですね。それで優子さんとこ行って、優ちゃんって言っても私の顔をじっと睨むように見て笑わないんですね。で、3月でしたね、看護師さんたちも心配して、どうやったら優子さんの笑顔が出るんだろうって言って、そして思ったんです。てっぺい君を呼ぼうか、はい、来てくれました。すごいでしょこの頭、受付の人が飛んできました。ものすごい人が来ましたって言うからびっくりしたんですけど、こういう形で優子さんも一生懸命、本当に優子さんが笑ったんですけどね、もうみんな動転しちゃってるもんだから、決定的な笑顔と、でも一生懸命てっぺい君の顔を見てます。はい、どうぞ。優子さんが大好きだからって花を持ってきてくれてます。いい写真だね、これ。はい。ね、そうでしょう。うん、てっぺい君も。そう。ね、いい写真だね、これ。宝物。花を持ってるのは日浦さんの手です。手だけで参加してるの。参加してます。いや、本当にね、でも、嬉しかったですね。はい。で、てっぺい君がね、ゆうこさんに言ったんですよ。ゆうちゃんって。ゆうちゃんは僕の柱なんだよって、ゆうちゃんがずっと僕の中の僕の心の中にちゃんといるんだよって、柱なんだよって何度も声をかけてくれました。はい、で、帰りに、あ、こっちが帰りに、てっぺい君がね、私のことをてっぺい君腹立つんですけど、ね、ばあちゃんって言うんです。ばあちゃんって、ゆうこさんがいたから僕は頑張れたんだよって、優子さんと出会ったっていうのがね、僕の宝なんだよって、そう言いました。それから何ヶ月でしたかね、優子さん亡くなりました。で、てっぺい君はバイク屋さんをやっています。バイク屋さんやってんだ、はい、夢が叶ったんだ、中学校の頃のね。はい、はい、で、これはお餅つき、まあ、成人とかなんとかいつもお餅つきやるんですけど、皆さんこれ地域の
もう一回いいですよ。連合町内会長さんも率先してこうやってやってくださるんですね。思いつきもみんな園庭の方にもたくさんお手伝いに来てくださってますけど、私が社協の会長になったので連合町内会長さんと会議なんかで同席することがあって、でもうまた前から顔見知りではあったんですけども、つい半年ぐらい前ですね、私と隣同士に座ったら、ねえねえ日浦さんって、僕つらつら考えるとね、僕らは共に育てられたんだねって言われたんですよ。私もうその場で涙がボロボロ出てきちゃって、でもう一回言ってよって言ったら、あ、言うよって、僕らは共に育てられたんだよって。でその時はもう胸がいっぱいになってありがとうございますって帰ったんですけども、後でなんで私の言葉を言わなかったんだと思ったんで、次にまた会合で出会った時に、この間の話言葉言ってよって言ったら、もう何回でも言ってあげるよって言って、僕らは共に育てられたんだよっておっしゃったから、私たちは地域に育てられたんですよって言ったんです。はい、本当に嬉しかったですね。このことはみんなは何にも言わない、本当に街の中をあっち行ったりこっち行ったり、笑顔で声で体の緊張でいろんな人との出会いを楽しんで、でもいいご褒美をいただいた、そして私たちも本当に地域に育てられたんだと本当に思います。糸賀和雄先生がこの子らを世の光にとおっしゃった、これは真実です。でも光が見える社会に、光に出会える社会に、そして光と共に歩む社会に、まず光が見えて、そして出会えて、そして共に歩む社会になっていくんではないかと思います。人は人の中に生きて人となり人として輝くんだって思っています。はい、一つあるかな。でこれは広島の原爆の慰霊碑の友石といいます。こういうなんていうんですかね、こう山になってこう抜けてますね、真ん中の石なんですね。これは横に書いてありますけども、私の高校時代の友達が原爆の慰霊碑が少しこうひびがいったのを作り直した時に作ったんですね。その時に私に電話くれて、真ん中の石が出るけどそれを送りたい、なんて書くってすぐ言えって言われたんで、私もファックスで大急ぎでもう考えるっていうことよりすぐなんて書くか言えって言われたんで、生きる力いっぱい生きると書いてもらったんですけど、これが玄関のとこにあります。はい、以上です。はい、みんなが出た顔ありがとうございました。僕もまとめるのも変ですけど、ちょっと皆さんにも言っとかなくちゃいけないのは、友というのを、いろんな経緯があって作ったわけですけども、あそこは重症心身障害って、さっき絵で見たように大変障害の重い子どもたち、大人ですけども、そういう人たちなんですね。重症心身ですから、体も身体障害も重いし、知的障害も重い、その両方ということなんで、でそういう人たちはもう30年前は重症心身障害児施設に入るか、それとも親元で親にべったりで暮らすかしかなかったんですね。そういう中で、日浦さんのところの友が重症心身障害の人が普通はって家にいて、そこから朝通ってくると、そしてまた夕方帰っていくという通いの施設を作ったんですね。これは他もちょっと佐藤さん、進さんとこもそんな感じだよね。まあね、聞きましたね、声聞こえないけどね。はい、いやそうですね、行きました、佐藤先生のとこも、ね、はい、いやだけど、ほんの少ししかなくて、本当先駆けで、だから
あの私の障害福祉課の職員も変な施設があるっていうぐらいにそう見られていたようなとこだったんで、決して当たり前じゃなかった。それがですね、今もう同じような通ってくる重症あのもう障害者が通ってくる施設350超えたんですね。みんなその日浦さんのところの友をあの目指してっていうかに習って、だそれだけ需要があったんですね。それの先駆けがあの日浦さんのところだったということでね、そういう意味ではあの我が国の障害福祉の歴史の中でも大変大きな位置づけだったということですね。また今の話の中でも随分こうエピソードっていうか、まあ時間がなかったからあれだったけど、あれだね、泣かせる言葉とかありますね。いやもうあの いっぱいあるんですね。本当にあの一人一人がなんか師匠だったような気がしますね。本当に私本当あの最初にあの障害の人に会ったことがないって言いましたけど、本当に会ったことなかったんです。でたけし君の首もこうやって抱いたりとか、本当あのどう声をかけていいか、どんな話していいかって、本当その話しかけの言葉もぎこちなくってよくわからない状態でスタートしてたんですけど、ある時あの私学校に私がいたっていうのがすごく良かったなと思うんですね。学校の先生っていうのは本当に可能性をかけていくっていうあの大きなあのやっぱりあの力を持ってらしたんだけど、あの若いあの先生たちがたくさん集まってたんですけど、その学級の先生として新しい試みだったん である時あの先生の若い先生と私があの冗談言って笑ってたんですね、そのみんながいるところで。そしたら私の足元に、ね、寝転がってたあの房江さんっていう女の子なんです。全く座れない、ね、寝てるだけなんですけど、そしたら私と先生その教師の人とわーっと笑ったら足元でキラキラキラッと笑うんですよ、その房江さんが。で私びっくりして、ふーちゃんって言ってたんですけど、ふーちゃんおかしいのって言ったらまたキラキラって笑うんですね。その時になんだ一緒だ、みんな一緒なんだって、それから私の肩の力がふわっと抜けちゃって、だからふーちゃんは私の師匠だって言ってるんですけども、そういうふうにもういろんなことをあのみんなは語らない、本当にあの生きることすべてを他の人に任せてるんですね、みんなは。だけどあの屈託のない笑顔を見せる、本当に私はあのみんなと出会ったっていうのは私のにとって本当に生涯の宝だったって思うし、よく職員の人にも言いましたけど、私たちに必要なのは想像力、イマジネーション、みんな心があるんだよって、あの数学者の岡清さんが人間の柱は情緒であるって書いてらっしゃるんですけど、あの賢いすごい人も、いや父じゃないんです、やっぱり情緒、そこをどう私たちがこう読み込んでいく、その想像力、それから作り出す想像力、そしてソーシャルワークはアクションだ、私はあの職員の人によく言いました。あのここにね、あの5年目のがあるんです。5年間の歩みってタイトルが友青春なんですね。私この間改めて読んでみて、まああの若い職員とみんなが思いっきりプールで遊び海に行きって、いやもしかしたらお母さんたちハラハラしてたんじゃないかと思うんです。でもまさに青春を爆発してたなって今思います。その時の職員たちが今あの各事業所のトップになってのやってますけど、もう私も離れて法人を顧問になって10年になりますけど、私自身があの当時まだ47でしたかね、施設長になって遅いですよね。だけど私も一緒に青春したなと思ってます。飯田さんのところは職員がいいですよね。そうですね、あのやっぱりね、子どもたちっていうかあの利用者の人たちが大変いいっていうかね、生きてるでしょ一生懸命ね、はい、ああいうのと一緒にいたらやっぱり職員も張り切ってしまうし、またある意味楽しいですよね。楽しいですね、うん、
まあ、そこで追いかけると、またあの山入り園の職員となんと違うことかと。それは山入り園職員が、職員が質が悪いとかそういうんじゃないんですね。どういう形でその施設っていうのが動いているかっていうことによって違うんですね。はい。ちょっと私ばっかし言ってあれだから、せっかくですから参加している方、青木さん、音出してください。あ、はい。はい。今日は音出ますから。あ、はい、ありがとうございます。ずっと聞いてていただいて、はい、青木さん、なんか、おっしゃりたいことあるでしょう、日浦さんに。はい、ありがとうございます。聞きたいこととか、ご意見とかどうぞ。はい。じゃあ、まずは感想からよろしいですか。はい、お願いします。正直、本当感動しました。僕はですね、日浦さん、1時間でお話ししてくださったんですけど、もともと今回お話を聞くまでは、ご本人さんたちが求心力になって、地域の方がとか、まあ、そういうふうな、部分がということはあったんですけど、お話を聞いて、僕、改めて日浦さんのお人柄とか、日浦さんがすごく人々をつなげられたなというようなことを思って。でそんな中で日浦さんの話の中でやっぱり僕の感想として思ったのは言葉が持つ力とそれと笑顔とそれと3つ目はきちんといろんな事柄を日浦さん意味付けをちゃんとまとめておられてでそのことを、再度、昇華といいますか、新しいところに持っていかれてそれが本当に素晴らしいなと思いました。鉄平君の話とかですねそれとかよく言う地域コンフリクトの総論賛成、各論反対という反対運動の中で、あるお母さんが地域に出てきてくださいという話、まあ こんなような話をいくつか今日は本当になって言ったでしょう、もうキラキラするようなエピソードを聞かせていただいて、最後に日浦さんが情緒の大切さを言われたんですけど、僕もそのことはすごく思ってて、世の中っていうのは、客観がすごく重視されるところありますけど、僕はやっぱり客観だけで人っていうのは動かなくって、客観も大事だけれども、情緒と客観がバランスが保たれ、それをストーリーとしてつなげていく人の力、それが僕は今回日浦さんじゃないかなと、そんなことを感想としても持ちました。今日はこの時間、僕は、まあ、浅野先生のご尽力でこの話を聞けたことが僕なんか、今日はなんかこの時間出会えて本当幸せだなとなんか思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。入場無料ですしねこの話を本当にですね僕は実は精神障害者の世界精神保健福祉の世界で、21歳の時に一人の青年に出会ってから今54歳なんですけどずっと関わって実践をしてきたんですけどこの精神の世界でも日浦さんの話っていうのは本当にソーシャルワーカーたちに聞かせたいなとなんかそんなようなことを思いました。日浦さんなんか反応は？ありがとうございます。本当にもう一つはその先生ねこの我が子っていうのを書いたんですね出したんです学校時代に。そしたらここはね私これみんなお母さんたちがね子供と一緒に写真に写って書いてるんですよ。全員そうなんです。全部お母さんと子供がちゃんと写真に入って書いて私の課題だったんですけどそれがとっても良かったんで私本にしたんですね。でこれ見ながらでもどのお母さんもちゃんとこうやって本になることに誰も反対はしなかったしそれはまあ、ちょっと山入りのねみんながアルファベットになりましたよね名前が。でもこれ50年近く前の親の人たちがこうやって書いてるっていうの昨日これ見つけて久しぶりにこの本貴重だなって本当に思いました。親の一人もねだってどうやって死のうかみたいなことやったんでしょ。はい、そういうお母さんが、まあ、子供たちに救われたんですよね。もうねやっぱり今もうこの間ももう70になりましたよそのお母さん過ぎてますね。2人双子さんだったんです。両方筋ジストロフィーでね、うん、もう亡くなったんですけど本当に2人がそうだった時に本当何度か死のうと思ったって。でもやっぱり学校に行って母親学級があってお母さんたちとつながってった私は今高齢の人のヘルパーをやってらっしゃるんです。リュック作背負って
でも私の人生は本当に良かったってこの間おっしゃったんですね。すごいお母さんたちです、みんな。本当に。柴本さん、柴本玲さん。はい。ああ、感想ですか。楽しみにしてたでしょ。いやいや、ちょっと楽しみ。本当に不勉強なのでね、今日本当に学んだことばっかりなんですけど、私、あれ、小玉真美さんをお誘いすればよかったなと思ったんですけれどもね、小玉真美さんの、やっぱり娘さんが重症心身障害者でいらっしゃって、で、小玉真美さんの本も結構私読んでるんですけども、やはり戦いですよね、我が子、海さんと自分たち、まあ、同じ重症心身障害者たちと、あと、まあ、施設とか、あるいは、まあ、外界の人たちとの戦い、その本を読んでいて、思うことはいっぱいあるんですけれども、実際自分のこの生活をしている上で、その重症心身障害者の方と接点って全くない、私も、もう57ですけど、一回もない人生なんですね。で、友の、ある横浜桂台の方ですか、そちらの方だと、さて、外に出て、来て地元の人たちとの交流があるんですけども、あまりないのはなぜかなっていうのが、その重症心身障害者の方たち その数っていうのもそこまで多くはないものなのかとか、もっとあるいはこの私東京の世田谷に住んでるんですけど、世田谷でも梅ヶ丘の方とかは結構お子さんのね、その障害とか病気の方たちの、施設とか病院とか、が多い地域なんですけど、私の方ちょっと奥さって、まあ、田町府の方に近いんですけども、この辺は全くそういうお子さんの施設もないので、本当もっと接点のあるようなところが増えていれば、世の中のその重症心身障害者の方たちへの理解とか、まあ、つながりがね、もっと密になって、そういうやっぱり差別ですか、その上松被告の前回の話にもありましたけど、ああいう差別とかはだんだん薄まっていくのになぁなんて思いながら、お話聞いていたんですけど、私自身がやはりそういう経験がね、ない50何年間を過ごしてきたのはなぜかなぁなんてね、その辺を不思議に思いました。重症心身障害者の方っていうのは、私これも知らなかったんですけども、亡くなるものなんですか？ずっと普通の健常者の人たちと同じような寿命があるもんじゃないんですか、やはり。医療的なケアとかがだんだん必要になってくるというお話でね、いろんな方の例が出てきたので、それも私びっくりしたんですけども、全然だから知らない世界なんでね、本当に申し訳なく、もう少し勉強しなきゃと思いましたけど、そんな感じで聞いてました。以上です。ユーラさん答え、はい、いや早く亡くなる方ももちろん障害が厳しければねあるし、そうじゃないタイプの人って、この間さっきのひろみさんはもうこの間ハーフセンチュリーをやりまして、50歳になりましたし、うん、それとやはりいろんなところの、ま、内臓とかいろんなもので、ま、本当にいつも寝た状態と呼吸器がねやっぱり厳しくなったりして、早く亡くなる方って一応ではないです、やっぱりいろいろな方がいます。早く亡くなる人もいらっしゃるし、うん、でも私成人の祝いをすごく大事にやってるんですけども、成人の祝いはさっきお祭りが好きだって言ってた彼なんかは、お母さんはもう絶対婿田当初って言うんですけども、成人までは絶対この子はいけないなんて言ってらしたんですけども、成人式もちゃんと迎えましたしね、うん、だから本当に厳しくても医療 のサポートで本当に長く命を長らえる人もいるし、それはもういろいろなタイプですね。で本当にどちらかというともう医療がどんどん医療的なケアが必要にはなってきます。結局寝た状態の人が多いということもあって褥瘡ができたりいろんなことが出てきますけども、でも
やっぱりお家でのケアっていうのがね、本当にお母さんたちは大変だと思いますけども、お互いお母さんたちがまた一つの仲間として寄り合ってるっていうのがすごくお互いの力になるんじゃないですかね。なんかだから母親学級を考えたっていう最初の先生、倉持先生っておっしゃったんですけど、後に特別支援学校の校長になられましたけど、方の発想はすごかったなと思いますね。でそれをそのまんま私は共に引きずってって、だからお母さんたち家族ですよね、家族とも職員っていうのが本当に二人三脚っていうので、ショートステイがなかったですから、まだ一泊をやっぱりやろうよって言って一泊をとも通所でやったんですけども、それをとっても喜ばれて、いつかお母さんたちのアンケートをよそのお母さんたちだったんですけど取った時に、ぐっすり朝まで眠りたい、ゆっくりお風呂に入りたい、この2つがね一番アンケートで多かったんです。それでお風呂作ったんですけど、で友の中で入浴をちゃんとしてお返ししたらいいねっていうので大きなお風呂作ったんです。レジオネラ菌っていうのがありますね、うん、あれが何遍やってもダメなんですよ、うん、でとうとうもう遊びの場になっちゃったんですけど、そのお風呂場はだけど一泊っていうのはやりたいっていうんで、みんなでそれを通所の中で夜過ごすというのをやったんですね。そうするとお母さんたちが今晩はここへ泊まるっていうと、グループでみんなね、私あらハワイへお出かけですかっていうように、すごいです、ボストンバッグ持ってもう嬉しそうにいらっしゃるんですね。それを見て、ああショートステイっていうのは絶対いるなっていうことを思ったり、生実家私がこう制度的なとかいろんなことを知らなかったから、そこに何がいる何がいるってこう考えてたから、だから行政がもうあんたは何考えてるんだって言われたんだと思いますけどね。みんなお母さんたち、そしてみんながもなんていうのかしら、次の一歩をこう歩かせてくれたって感じがします。今ショートステイっていうのはここに来てる佐藤進さん、それから田中正弘さんが、はい、曽根さんもか、レスパイトケアっていうのとちょっと似てるよね。そうですそうです、レスパイトケアね、はい、うん、だったら田中さん、はい、ここに出たのも100年目だからさ、次出た、はい、お久しぶりです。旅行編も含めてちょっと話がずれるかもしれないけど、今平さんがショートステイ、ゆっくり一日寝てたいっていうお母さんの希望っていうことにどう答えるかみたいなことで、はい、田中さんがやってきたレスパイトケアについてちょっとお話ししてください。はい、私が始めたのはですね、もう40年前ですね。そうです、初めて人の前で話した時の、後に日浦さん、その後田島さんが佐藤さんのスバルセミナーでの頃だったので、今日お話しいただいた日浦さんの実践と重なるんですけど、時期的にはですね、当時親御さんの元を離れてどこかに託すというふうになると施設しかなかったんですね。施設での緊急一時保護っていうことで、緊急性の高いものしか対応してくれなくて、しかも切羽詰まった結果じゃないと見てもらえないということがあって、そういった関わりをですね、日常の中で、とにかく生活圏の中で普段の生活が整うような形で対応する仕組みが作れないかっていうことで、家を一軒借りていつでも24時間対応しますって始めたのが、当時はまだレスパイトという言葉がなくて、緊急一時保護施設っていうことで、東京の東久留米というところで始めました。で、やっぱり需要が多かったのは、切羽詰まる前にですね、対応してほしいということもありましたし、あとは兄弟姉妹のためにですね、関わりをする時間が欲しいと。学校の PTA にも行けずに、過ごす日常だったということなので、まあ、日浦さん言われたお母さんたちの少しゆっくりしたいっていうのは、学齢期過ぎて成人期に向かうあたりにちょっと今まで頑張りすぎちゃったっていうようなことで必要なことになるかと思うんですけども、
子育て始めの兄弟姉妹の関わりも含めてになると、まあ、今のような関わりが必要だということで、まあ、特にあとにかく曽根さんともレスパイトに関して、随分研究したんですけど、当時の考えでは親がほっと一息つける援助というようなことで、整理されたんですけども、親御さんがほっと一息つくためには本人が楽しく過ごしてなくちゃいけないというのもあるので、日常の関わりをよく知った上で支援していくっていうのが大事だったので、まあ、その辺も日浦さんにも随分教わってですね、特に医療が必要な重心系の人たちは関わる人が変わるプラス環境が変わるとすっかりダメージが来てしまって、特に病院のケアだとお医者さんの白衣見ると急にうまくいたくなっちゃうっていうな、そういうお子さんたちもいましたので、まあ、その辺の対応については日浦さんに随分学んだ覚えがあります。とりあえずそんなことでいいでしょうか。浅野さん、田中さんにはね、はい、今日はちょっと飛び入りみたいなあれだったけど、次回佐藤さんの時にもちょっと来てもらって、はい、そのレスパイトケア、当時、はい、緊急一時保護という話を、はい、今日も出てる曽根さんも来てもらったら一緒に話してもらいたいと思いますけどね。ちょっと私からは、下本さんの質問にあったと思うんですけども、私世田谷の梅ヶ丘だけど、私は奥沢で、これ YouTube に入ったの、ね、これで録画してるんでしたっけ？梅ヶ丘の方はそういう子供の重心障害の人なんか全然見たことないと。そう、うちの周りは、ね、でそれはなぜかというとね、なぜかというと、その奥沢の方は横浜市栄区桂台と違うからです。で、桂台にその友があったから、で、まあ、ここでちょっとそういうふうに日浦さんの方に向けるんだけど、さっきあんまり強調してなかったけども、どんどんその友の人が外に出てったんですね。その桂台のあそこの住宅地を、で、あそこでその廃品回収とかパン売ったりとか、どんどん出て、嫌でもしたらあれだけど、その桂台の人たちは友の人たちとしょっちゅう会うじゃない。もう、うん、全然違うのね、その。で、それによってやっぱり桂台の地域が変わったでしょ。反対があったじゃないですか。最初ね。うん、でも私思うんだけど、あれあってよかったと思うんですよ。うんうんうん、全員が反対、それおかしいよっていう人たちもいたわけですよ。だからそういう人たちが逆に手伝うっていうことで入ってらして、それでもう本当に仲良くなったから、なんていうんですかね、自然にもう町の中に出るのには抵抗がなかったっていうか、うん、でボランティアさんが連れて出ていただく、行っていただけるしね、もうみんな何かこういうのがあるからいらっしゃいよって言ったら、はいって出かけるし、地域でカラオケのなんかお店を出されたところにもみんなで行って歌ってきちゃったりとか、なんか友の職員っていうのは心臓強かったのかな、うん、どこへでもね、あるけど、いや、ちょっと話戻さないといけないっていうか、やっぱり最初に反対やったのはかえってよかったのね。よかったと私は思うんですよね。みんなが考えた災いを転じて福とするなのか、うん、それからさっき青木さんおっしゃったのは総論賛成、各論反対っていうのも同じようなことだけど、これ任備っていうわけですね。こういう施設は必要だけども、何もうちの前庭に作らなくてもいいだろうっていう、そう。ニンビーっていうやつですね。Not in my backyard ですね。まあまあ、あちこち行ってしまいましたけど、私がね。あと、ほとんど時間がなくなりました。で、僕のからの指名を受けなければ発言しちゃいけないってことじゃないんで、手を挙げて、今日の話についての感想かなんかを、やっぱり話して、もらいたいと思うんですけども、どうですか？9時半までなんじゃないんですか？9時までなんです。あれ、本当？この時間は2時間だったのが1時間半になったんです。知らなかった。そうですか。スタッフの方の負担も考えて。はい。
や、それじゃあ小川さんです。ん、小川さんが手を挙げて、小川さん、K さん、はい、家内が8年前に、麹の機能障害になりまして、3年間になりまして、その後脳幹梗塞で重度障害になりまして、で、それの、まあ、8年間生きたわけ で、在宅は4年やったわけですけれども、重度訪問介護の認定時間もらいまして、で、その後追う形で今、ボランティアやっているんですけれども、実は、重度障害の役員をやってますけれども、その役員の方、みんな人のことに一生懸命なって、自分のことはあんま言わないんですけれども、僕73になるんですけども、実際上若い役員の方が、友っていうことを言ってくれたんです。これしかも、会議が終わって、自分の家族のことで、あんまりみんな言わないんですけれども、自分のところには実は友っていうところでお世話になってて、すごいところがあるんだよっていうのが去年、いっぱい飲んでる時に言われまして、あらあら、初めて、友っていうのがこういう方だったのかっていうのを初めて僕実態知りまして、あらあら、本当に感動してます。そうですか。はい。で、重度障害の役員会っていうのは200くらい家族会ありまして、人のことを一生懸命やるんですけど、自分のことってあんまり言わないんですよね。うん、で、男同士だったもんで、まあ、いっぱい飲んでましたら、実は友っていうのがあって、僕なんか全然知らなかったんですけども、これがあるから自分は役員もやれるし、頑張れるんだよということを聞いておりまして、で、今日初めて友っていうのが、あ、こういう方からやっていたんだってんで、もうすごい実感持って、感動いたしております。わー、ありがとうございます。ひうらさん、思わぬところで、本当に嬉しい。それ、ね、出てよかったね。本当に、いや、嬉しいです。すごく、川さん、これが友、これが友で、これを作った人が、ひうらさんですからね。今日はじゃあちょっとすごかったね。いや、曽根さんも懐かしい、はい、すごく。え、曽根さんいらしてるの、すごい懐かしい。あ、日浦さん、ご無沙汰してます。ご無沙汰してます、本当に。去年も、今、日本社会事業大学で教員をしてるんですけども、私のゼミ生が日浦さんのとこに、あとは共に見学に行かせていただいて、それで、私自身の、研究もあったりして、成さんに、お会いしに行ったんですけど、ひらさんたち始めた頃って本当に制度もなく始められたじゃないですか。横浜市が単独でお金つけて始められましたよね。でも今、生活介護っていう制度もできて、まあ、ひらさんたちがされてることをいろんなところでできるようになったと思うんですけど、だ、なんかこう中身がまるで違うっていうか、それがなんでみんな友みたいにならないんだろうっていうのが、日浦さんにお聞きしたいことです。そう、なんで答えにくいよね。答えにくいです。だって私が施設長だったんだものって言いたいんですよ。いやいやいや、そんなことないです。いや、僕はそう思うけどね。本人言いにくいけどね。いや、なんでしょうね。でも本当、みんな一緒っていう感じがして、楽しいことはみんな楽しいよっていう、なんかそんな空気がこうあん中できちゃったんじゃないですかね。だから職員はもうめちゃくちゃなことをやりましたよ。それは必死で止めないでいるっていうの、とんでもないことをやってくれるんだけど、みんなはとっても喜んでるんですね。だからそれが空気が今もずっと残ってるんじゃないですかね。そう思います。だからそんなとんでもないことを笑ってっていうか、どんどん消しかけた施設長さん、日浦道江さんって人がいたってことがあるわけよね。だからとんでもないことをやったってこと、そもそも日浦さんとんでもないことをやったんだから、いい意味で言ってるんですよ、これは。いやー、もういろんな企画を出してきて、もう本当に海まで行ったり、もう好きなことやりましたね。だからかえってこの人たちは大事にしなきゃいけない、こう弱い人だみたいなのがなかったんですよね。
では、障害福祉を考える第3回目ですね、日浦美智恵さんにゲストとして出ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。